ちょっとこの後お笑いが出てしまうかもしれませんが、始めていきたいと思います。5月14日、ギルティギアイグゼナードシングル大会、今回も海外勢の方がたくさん来てくれておりますので盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではスタートボタンを押して始めてください。もうちょっとワールドワイドですからね、このいやいや、ナイスだと思います。いや、わかんない、ナイス、いや、わかんない、ノー、ノー、ノーと言える日本人なんで、私わぁ、ちょっとですね、まあ、ブライスさん、まあ、うん、まあ、素晴らしい、いや、うん、相手らはシーンですからね、かなり厳しいと思います。なんか、かなり本当に素晴らしい読みをね、見せておりましたから、エルガントから画面シーン。ちょっとゼロ回戦が最初の試合がシーンというのはきついですね。ポイッと投げて、なんて言うんでしょうかね、海外でも言うんですかね、そういう風に。さあビッグマンアタック、じゃんけんが通じるのはビッグマンアタックも通じるはず。おいマジですげえ投げていく、スーパーポジョンギンバスターからパイド、おすげえハンマー黄色キャンセル、YRC ってやつです。わーっと、ここはさすがに捕まえられない。すごいすごい。さあ、開幕のメガフィスト。NS、L、Q、P、Q。直下してますね。さすがですね。でも、名前ですでにプレッシャーを感じるんですけども、このかなりプレイ内容にも、この、ところどころ、直下、そしてポチョムキンバスターのね、打ち方、そしての試合ではヘブンリーポチョムキンバスターをね、かなり決めておりましたので、この辺にも注目していきたいところですが、やはりちょっとね、芯きつそうなイメージですね。おー、うまいもうかな、わかんないけど芯の方もわかんないけど、なんでもうまく見える。すげえ、減った勝ったのはエタローシーン。ブライスさんはまだ試合があります、帰らずにお待ちください。さっさと降りてこいよ、ロボットなんかに頼ってるようじゃ人間続きまして、長谷川イノ対フィーノメノムですが、できそうですか。いけそう、フィーノさんいる、対戦相手長谷川さん、あ、いる、あ、大丈夫。次ね、ロールディさんと武藤さん呼ばれますので準備しといてください。俺の笑い声が有名らしいですね、確かに。ちょっと恥ずかしいですね。これがダメみたいですね。あ、カナダとアメリカでも、そうですか。いやー、俺笑ってるだけですからね。笑いしか伝わらない。まあ、笑いはね、全国、ワールドワイドいけます。まあ、本当に俺の笑い声が有名らしく、そう言われてもやはり笑いとしか返せませんでした。ありがとうございます。これからも笑っていきたいと思います。まあ笑顔は人を幸せにすると思いますから、はい、使用ではさすがに取れませんね。さあ長谷川の対ミノベノメ、まあけど笑わざるを得ませんプレイヤーネームでしたから、非常にナイスなお名前でございました。そういえば、なんて言うんですかね、もうちょっと今日は、大変な感じになってますけど、そこそこ日本語は分かってくれるので、すごいいいですね、ちょっと頑張りたいところ。おーっと、フィーノメナムがここは取り返していく一本選手、フィーノメナム。さて、ベノム、そうですね、
最近はラジオ体操のあるものが、開発されておりまして、ビショコラウドだったかな、あれを禁煙室からやると連続ヒットするんですけど、そこからうまく2S 弾きみたいな、アーティ式みたいな感じでカス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 やってる感じみたいらしいですね。まあ最初に、ね、腕を大きく開いてラジオ体操開始みたいな感じなのがラジオ体操なんでしょうかね。おっと、ここは一気に攻め殺していきました。1本1ラウンド目とはね、打って変わってガンガンいきました。フィンの上の前勝利です、おめでとうございます。長谷川さん12番、足元を救うのも難しくはない、シングルは楽だな。続きまして、ローディさんのスレイヤーと武藤さんのソルです。武藤さん、あ、いらっしゃいます。ローディさん、そちらです。試合です。俺の笑い声、悪意を感じない。まあ、悪意だらけですけどね、蓋を開けてみると。蓋を開けなくても悪意しかないんですけど、私の場合はやばいですよ、常に人へのOK です、悪意で。まあ、ペルソナですよ、ペルソナ仮面かぶってんだな。さあ、武藤ソル対ロルティさんですね。本当に全然、そうですね、結果的にこの海外勢の方がツイッチの配信で楽しんでいただけるみたいで、最初はただなんとなく録画するついでに配信していたんですけども、そんなところが人気になっていたとは。まあ、4つ目の方はかなりね、ミカド大会動画、海外勢の方が、転載してみんなで見てくれてるみたいなんで、こちらもね、ぜひぜひ皆さんたまには見てあげてください。さあ、武藤さん対ロルディさんですが、ちょっとこの組み合わせというよりもロルディさん自身かなりイケイケなので、武藤さんちょっと油断していると危ないかもしれません。うわ、これね、俺もよくやるんですよ。基本的にの試合は相手に触れられたらバーストするって決めてるんで、だいたい2段目当たって次はちょっと少し待つっていうのはちょっとストレス感じる時ですね。の試合はね、バースト我慢しちゃいけません。お、できるか、ニール部ファフニールからマイピータチェイサラから安定コンボを選択してゲージは 100% 近く、ドラゴンインストールからの、あはは、これはきつい。有利フレームを取り続けていった。さあ、ガンフレ巻いて 2S で止める。 2S が結構持続も長くてスリーは面倒くさいかもしれないですけど、なかなかね、ゲージがないとリターンがない。まあ、カウンターヒットすれば前半につなげることはできるんですけども、カウンター確認しっかりできるかなといったところですね。まあ、多分。さあ、ここはちょっとこちらが紫キャンセルを狙っていた感じでしょうか。ちょっと攻めあぐねている様子ですが、ガンフレームはディフレームアッパンチに突っ込んでしまって、昇竜拳叩き落としから画面端、あー、ファフニール、はい、ホイから、あれ、やばいぞ、あー、ファイル、しっかりコンボを決めて画面端、おーっと、これは 2P こすっておりました。勝ったのは武藤ソル、おめでとうございます。スレイヤー、はーい。続きまして最後、ペドロさんの回答、パタさんのソルです。はーい、じゃあ上げてください。あ、パタさんいらっしゃいます。 OK。 海外勢の方は全部エヴァン内でやろうかな、今日は少しだけ余裕があるので。あ、 1P2P だけです。まあシングルなんで、はい、やけど、そう、悪くないんですよ、悪くない。
アークが、アークが悪いよ、アークが禁止ワードにしなきゃさあ行きまーす。畑さんの猿対、メガロさんの回チャージを重ねて直角していく、ほい、投げて、画面押し。さあ今回のそうですね、ソルはハフニールとマイハイスラのダメージがなんと上がっているということで、ピオリ値が上がったので単純威力が上がったからピオリになってしまったという、なんてラッキーな幸運の置物が。うえぇすげえハフニール、ちょっとバーストヨガっぽいか。冗談ですよね。あーどうあーおーなんかいろいろあった。でいっぱいで返してダスト、危険ダスト、素晴らしい。まあ慣れてくればモーション見てから、お次下段からだ。やはりそうなんです、そのまま通しても通るんですね。グリートダストです、素晴らしい。エンゲスやられたんてが伸びてが空上げ、画面足ガンフレームからダストアタック、ダストで仕返し。さあ、エンゲスからスタンディッパー、画面足前、はい、それで固めていきます。ジャンプリーを置きつつ立ち回りますが、おハフニールカウンターガンダッシュ、ちょっと距離が足らない、もうちょっと走ってよかったかもしれないが、ちょっと難しいタイミングでしたね。あとは昇竜拳、ベーパーサラストが出て、さあ、こう一旦直下からさあ、地形体いく、ちょっとジャンプキャンセルできなかったか。画面中央、さあ、攻めていくのはレコの回、うまい、はいほいはいほいはいほいはいはい適当。さあハオニール、ロマンキャンセルして画面端付近まで運びたい。画面端に運びたいときにですね、バリンさんとはよくやってるんですけども、 S ハイじゃね、 S SD S ハイスラースとか SD SD ってちょっとね距離離すといいかもしれないですね。密着で落ちないっぽいんですよね。まあ関係ないか、あんまダストとかね。ハフニール、マイピー立ち合い、勝利源、ちょっとこれは怪しいぞ。しっかりダメージ殺していく、それで勝ったのはまたソル。3番人だからな、そうそうウィンウィンストレイト。じゃあこれから1回戦入っていきます。まずエタローさんじゃねえな、ちょっとここは飛ばそう。ララフェル、キャラはどちらでしょうか。対大爆笑コーラミディア A 番台、キャラはうん、あれこれだよね、え、いやチップ、はい、ダメだよ。